どうもー。どうもー。はい、というわけで、はい、今日でオールクラウンカップする予定しました。クラウンカップしました。好きという気持ちの異常性ね、出演していただきました皆様ではないんですけども、ヒロインとヒーロー、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 好きのヒーローが。ヒーローなのかな。いや全然ヒーローじゃない。主演の2人に来ていただきまして、はい、ちょっとね、番外編ということで、トークしていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回、榊裕太役をやってくれた、鈴木健二さん。はい。はい。で、ね、ヒロインやっていただきました本庄力役の、ロアちゃんに、はい、ね、いただきまして、トークしていきたいと思います。トークしていきたいと思います。今日、一番ね、多分ちょっと大変な撮影というか、表でね、2人でちょっとやっていただいた部分と、こういうのもちょっとやった部分があるんですけど、それだけ聞かれちゃった。それだけちょっと。表でやってもらって。カメラ撮っただけですけどね。表です。雪の降る中、寒い思いをした部分と、なんかやりながらみたいな、ね、部分で、まあちょっとなかなかね、今日ふぶいてたから、まあ本編のね、ほぼほぼまあ8割方撮った日もふぶしたけど、今日もふぶいてるということで、天候に恵まれてね、いい撮影でしたね。北海道らしさ。北海道らしさ。雪だなっていう感じのね、出ていい感じだったと思いますけれども、はい、今回のですね、皆さんの役どころの感想というかですね、まあ、多分普段やったことないようなことを演じていると思うんですけれども、まあ、自分がね、こういう風になったらっていうのを想像しながらみんなやってくれて、なかなか面白いものが撮れたかなと思いますけど、榊裕太役をやった、ね、けんちゃんどうでした？そうですね、もう本当にこの役、お話いただいて台本読んだ時から、はい、まあイメージ膨らませてくる。クリーンなスマートなチャラ男役、チャラリー。チャラリーは。チャラリー。スマートとはかけ離れた、まあ、ね、人間である私がそれをどうやって。そこにうんうんって言えない。演じたらいいものかっていうのには、はい、本当。まあ、でもこう俺から見たときにこうそういうスマート的なイメージがやっぱりあったから、まあ、見てる人はね、多分それでハマって見えると思うね。だから、なんでしょうかね、あまりこう感情を表に出さないような雰囲気で棒読みにならないようにっていうのは、まあ、意識しましたけど、まあ、できてないんでしょうけどね、まあ、仕事もね中学校以来ですからね、いやいや、お芝居になって。ここ2人で大体ズームの素人ズームの素人がカメラ回して皆さんで作ったものなんで、そう楽しんでね、見てきたんで、だったかなって時です。ああ、よかった。照れくささもまた思い出思い出しながら今回じゃあね、こう本庄力役をやっていただいたね、ノアさんどうでしたか。はい、感想というか、今回の役柄の感想的な、自分が今婚約中だったっていう時にこの台本のお話をいただいたのでドンピシャだなと思ってなんか本当これまあ本当にねクリティカルなんですけどなんか台本書いてこれでお願いしますねって言ったら私ちょっと婚約中って言ったら同じだねっていうシチュエーション的にこう今イマジネーションしやすいイマジネーションしやすいなんか感じで言えばったかなって。このまま結構友達にこの台本見せてどんな風にやればいいかなって演劇やってる友達に言ったら、いやお前のいつものままじゃんって言われてそう、結構今回キャスティングはそうピタッといったなって俺の中で思ってこのなんかみんなそれぞれに無理せずできそうな役というかそのままを出してくれたら結構いいんじゃないかっていうのでやったらなんか見事にハマったんじゃないかと俺的にはこうね思ってるんですけど、感覚的には思ってるわけなんですまあまあこの女性陣はねみんなちょっとずつそういう演劇とかそういうのの経験が実はあって、でなんか男性陣はもうほぼ初めてなんだけど、まあちょっとね今回役目という
ょっと臨時で入ってくれた男の子もいて、まあ、ちょっと全然映せないけどなんかそういうのもありながらちょっとあ勉強だなっていうね、やりながらできた楽しい作品だったかなと思うんですね、うん、意外と自分長くしちゃって自分が苦戦しちゃって一番最初に撮ったシーン13テイク通常こういったまあでもあそこのシーンだけで言うと正直あのテイクだけで約1時間以上押してることになるんですよ。あここでつまずいたと思って俺のせいだ今回あのそれぞれになんか楽しかった点とか苦労した点はありますか？あの TK さんうちら監督と2人してこの話を持ち上げたこと自体がもうかなり昔ではあるので、もう2年、3年経った、2年ちょっとですね。2年前に僕らがですね、なんかやろうって言ってから、あのまずじゃあこういう映画作りたいよねっていう話を、ショートムービー作りたいよねって話をしてた時が、もう2年前にマックで2人でスキドのマックが新しくなる前の時にうちら2人で、映画見た後にじゃあちょっとこの日会議しようって会議した時は、僕パソコン持ってって2人で話して、もう何作品か実はもう上がってて、これやろうこれやろうこれやろうって考えて試行錯誤して約この2年なんで、まあ、かなりうちら的には温めた作品ではあるかなと思うんですけど、まあなんかなんだろう、撮っててあここ足りないなとか撮ってて思ったりはしましたけど、今回すごい勉強になった作品かなって、うん、そうですね。まあ主張作なんでやっぱりね、いろいろと足りない点もあったろうけどまあでもなんかそれがね、また刺激になって次にまたステップステップでいい作品ができるかなと、まあ、うん、お二人にもまた出れる機会があればまたそういう脚本でね出てほしいなっていうのは声かかるかもしれないし、だからあれでやっていただいてラーメン屋店主ちょっと、いや、特別しないやつですよね。なんかこう、みんな、やっぱりなんかそのこう、演じてるときとのこうギャップがまた面白いっていうのはありますよね。なんか結構、あの声だけのその演技とかも結構インターホン防止のやつとかが多かったから、まあそこはうまく合わせてるねっていう映画のあれなんで、またちょっと演技と違う間の使い方というかもあると思う、それも面白かったと思います。今回ファインダー越しに僕基本的にカメラを回してたんで見てたんですけど、あこの人ってこんな表情するんだっていうかできるんだっていうのが、うん、もう一人一人全然違くて、そのもう映画を撮ってるんだけどここで映画見てます状態、うん、すごい面白くて、苦労した点でもあるし、そこがどうこの人を撮ればどうこのキャラを活かせるだろうってすごい悩んだ部分もありますけど、面白かった。本当に時々みんなにファインダー の, あのボタン、カメラのボタンを押してとかって何人かが頼んだことがあるんですけど、それを見てほしいっていうのもあった。うん、なるほど。あの画面越しに見るみんなの表情すごい面白かった。カメラ向けられたら人ってこんなに変わるんだっていうのは本当に思う。それやっぱりね、あるかもしれない。なんかこう見れない表情が見たのもね、見れると思うんで、なんかその面白さもやっぱありますよね、うん、シチュエーションによってなんかその役にハマったこう感じでやってもらってるとかがやっぱりなんかこう、まあ、こうなんていうの、監督冥利につけてるかやっぱり一人じゃなくて、なんかここでね、アドニアさんをちょっと借りて、まあちょっとあのピックルームみたいなカラオケルーム借りて、そこでみんなちょっと打ち合わせして、ね、読み合わせしなきゃって言って読み合わせしてもらってやった時に、あ意外とみんなできるんじゃんっていう演技できるんじゃんって思ってやばいなっつって逆にうちはやべえなっつって俺とぶちゃうってなんだろうと思ってちょっと焦りを感じたのが覚えてますね。どうでした二人とも今回の撮影、ここ苦労したよとか楽しかったよって思い出ありますよ？あ、これちゃん苦労したね、一つの。あの電話のシーンで、あのこういう風に自分が話しているように話しているっていう時に、あ、デレなんだっていう。デレなんだっていう。一番最初のこと。もしもし、もちもち。あ、そういう方のタイプか。そうなんですよ。その感じで言うと、あ、もうちょっと抑えめの方がいいかなっていう。ね、
ちょっと頑張ってもらって、ダメでしょう。テペちゃんどう？見どころ。見どころ？自分のセリフ言うところ。いやでも見どころは主演なのかなの2人の掛け合いの一つ一つの言葉と目の圧力、眼力は見てほしいかな、注目してほしい。ワンシーンワンシーンで結構ちゃんとこう、ちゃんとって言ったら変かもしれないけど、演じてる中で一つ一つの表情が違うから、ここの目はすごい優しいし、ここの目はめっちゃ怖いしっていうところを、まあ、頑張って出せたかなっていう、やってくれてはいるんだけど、撮る僕の力の問題っていうのもあるんで、あれなんですけど、でもそこはちょっと見てほしいかな。強い、ね、好きという気持ちの異常性、今回はですね、出演者の皆様、ね、全員ではないですけど集まっていただきまして、こういったコメントをいただきました、本編の方はね、皆さんの目で確かめて楽しんでください。はい、ぜひぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。うん、はい。それではまた本編の方で、さよなら。どうもー。出たー。汚れてて、うん、よし、じゃあノアちゃん何言ったらいいですか。え、一言とりあえず一言楽しかったです。あとお酒美味しいです。こんな感じですか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お酒美味しいです。いや、あの刺した人多分ね、なんか何も知らないで見た人は、え、どこの言ってたって分かんないぐらい髪型違う。あの刺した人、一言ください。え、あの一言何かもらえると終えて撮影終えて感想ブルコさん。まずこの方が、あの今回の映画のされた人です。いましたね。あの黒髪じゃないんで、皆さんびっくりしないでください。普段はこうです、はい、これがオフです。はい、歌も歌っております。よろしくお願いします。なんだろう、なんかスイッチ入れないとね。何かのスイッチ入る。何かの前降りる。何かのスイッチね。いいのかい、それでいいのかい。うん、お疲れ様です。お疲れ様でした。一番最初の人ですね。あ、お疲れ様です。それもう本当に早いですね。綺麗にブレましたので。いや、楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様。映画には出てないんですが、孤独班として孤独班、やっていただきました。何班だ、孤独班。孤独班頼まれれば何でもやりますので、うん、一番インフルエンザ大変なんでね。なんか、うん、若干仕事した記憶がなんか結構曖昧な熱がありすぎてでもこんな関われて嬉しいです。お疲れ様です。追い込みですみません。いやいや、とんでもない。無意識もろっとしてたか。いやいや、全然覚えてますよ、ちゃんと仕事したの。大丈夫です。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます、読んでいただいて。じゃあ、監督一言お願いします。あのセリフやりましょう。通常こういった通常こういった事例は今ならできる気がする。今一番いい演技そうだね。それ大根役者すいません、監督です。いや、今回本当にね、撮影チームにも恵まれて、まあ、天候にも恵まれたのか恵まれてないのかわかんないですけど、だいたい雪降ってた、うん、2日間やって2日間とも雪降ってたっていう。
まあ、ケンちゃんの赤さを飛ばすのが大変でした。まばたきもそう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 。普段みんななんかやらない役だけど、実際なんかこうスザッとできそうな役を選んでやったつもりで、キャスティングすごい良かったし、みんなの演技も良かったと思います。本編よろしくお願いします。お疲れ様でした。でかい。へい。そして需要あるかな、ないかな。需要はないかな。はい、というわけで、はい、あと残り4分でお願いします。4分。みんな僕だよ。ぶっちゃまだまだ4分ある。大丈夫。そうですね。4分意外と長いから、喋ると4分は長いよ。喋りの4分は長い。喋りの4分って原稿用紙4枚ですからね。そうなんで、原稿用紙4枚分喋るのは難しいんですけど、まあとりあえずでも、はい。熊のプーだよ。あ、蜂蜜かな。蜂蜜食べたいの。蜂蜜食べたいの。食べちゃう、食べちゃう。まあ、あのね、甘えん坊キャラだね。まあ今回撮影自体は3日間、うんうん、はい、まあそうだね、ちょこちょこ割って3日間、まあ最初の1日目の最後が今のプーさん状態に最後なったぐらい、うん、大変でしたけど、まあでも、うん、あの撮ってて本当楽しかったかなって思いますね。うん、ね、まあでもね、これをまた勉強させていただいて、次の撮影にね、次の映画に向けて頑張っていきたいと思いますんで、はい、スタジオドルフィンよろしく。よろしく。おい。おい。おい。はい。はい。いきなりため息から。ラーメン屋さんかな。ノアちゃんがショートカットになったんで、いよいよ私も本気出さなきゃいけないかなって思ってます。以上です。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。